シャドバで一番エロいカードは森隠れの住人。いや違うんだって、露出度じゃないんだって。このね、このロリフェイスにおっぱいとお尻を、もう最高じゃねえか。しかも獣要素まであるっていうね。はい、皆さんこんにちは、アシスです。というわけでね、いやアメリカ大統領選挙、ドナルド・トランプに決まりましたね。びっくりしました。いやこれからの、まあ、政治とかね、もう不安でね、そういうことを考えてるともう寝られない、本当に。いやもうエロいカードとか可愛いカードがどれかとか一切興味ないからね。もう本当ね、最近のね話題としてはね、そういったね政治の話とか。はい、というわけでね、ガチャ引いていきましょう。今回ね引くのは、スタンダードチケットで10パック、こちら10連ガチャやっていきたいなというふうに思います。やっぱりなんだかんだ言ってね、スタンダードパックの方がいいレジェンドが多いんじゃないのかなというふうに思いますね。狙いはね、エンシェントエルフが欲しい。やっぱりなんだかんだ言ってロイヤルとエルフが強いんすわ。あ、沼のせいだ。いや、この沼のせいはね、私の動画では大人気な沼のせいなんですけど、こちらもまたエロくてね、このセリフもまたいいんですよね。違う。最近ね、そうですよ。ドナルド・トランプに決まったらどうなるんですかね。トヨタに重税を課すとか、いやー、またまた移民がどうだとかね、ほんと、日本にとってもね、またこの、アメリカとの、こう、なんだ?よくわかんねえ。よくわかんねえ。いや、もう、興味は政治しかないというのに。というわけで、早速、もう4パック目まで引いてますが、出ないな。ちょっと待て。気合が足りない。もっとね、正直に行こう。かわいいカードが欲しい!あれ?ちょっと待って。エロいカードが欲しい。いや、ファイアーチェーンエロくないでしょ。まあ、そういうことを、まあ確かになんかおっぱいいっぱい出てきたけどさ。待って、もう9パック、8パック目か。出てくれ!うわ、マジか。今回ゴールドも全然出ないぞ。まずいな。ちょっと待ってよ。政治経済の不安よりさ、俺のガチャ運の不安の方がでかいわけだが。じゃあラスト引きましょう。いくぜ!はい、というわけで、爆死です。マジかよ。残念すぎるな。このゴールドも使わないんだよな。じゃあね、ラスト1日1回限定半額、パックですね、こちらの方を引いて終わりにしましょう。じゃあね、華々しくちょっと待って、華々しくって言うとなんか散りそうだな。違う、なんか有終の美をね、有終の美を飾っていきましょう。いくぜ。ほっ